Hey guys, ちゃまきれチャンネル。皆さんいつも動画見てくださってありがとうございます。ちょっと今日は、話したいことがあり、動画をね、今、急遽と言いますか、回させていただいたんですけども、ちょっと今日はね、声のみで動画を上げさせていただきます。はい、今ですね、10月の26日の23時半ですね。で、明日、夜、夜が明けたら夜が明けたら生まれるまで予定日まであと20日ということで、あっという間ですね。もう本当にあと196日とか3桁だった時はもうまだいつ終わんのこれ、このつわりの気持ち悪さからいつ解放されるのってね。まあ皆さん、妊娠経験されてる方は、もうつわりなんか忘れちゃったよ。つわりなんかあったっけ？そんな辛かったっけ？って思う方もね、記憶の方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、私は数ヶ月前のことなので、つわり期間はすごく長く感じたのでね、もう、本当に辛かったですね。今思えば辛かったですね。まあ確かにつわりも辛かったんですけど、やっぱり精神的なものも結構辛くて、まあ、旦那氏が帰ってこない、夜ね、帰ってこないとか、帰ってきてって言って、なんか他のこと飲んでるとか、そういうことが結構メンタル来ましたね。まあ多分チクチク言います、これ。多分、かなり、根に持ってると言いますかね。だから本当にこれから奥さんがね、妊娠するしそうしてる方の旦那さん、本当にもうこれ多分ね、一回だけのことかもしれませんね。帰ってきてって言って帰ってこなかった、こうたった一回だけでもうずっともう根に戻れるというか、あ、もう裏切られたっていう感情っていうのが、本当に多分私いつまで残ってるか分かんないんですけど、ねちこいなーって自分でも思うんですけども、多分奥さん、そういう方多いと思います。なので、なるべく本当に妊娠初期は特に精神的に参ってるなーって思っている時は、ぜひ本当にもううざいぐらい無駄に「体調今日大丈夫？どうした？」とか「どうだった？」ってもう声かけ本当にしてあげてください。もううるさいよ、大丈夫だよって思うくらい。はい。ぜひね、声かけしてあげてほしいです。もうお仕事頑張ってるのは本当によくわかってます。もう、はい。もう頼むから、この10ヶ月間、もう10ヶ月間だけじゃなくて、もうこの座り期間、もう3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、半年。もうぜひね、本当に声かけだけでもしてほしいなと思います。私からのお願いです。はい。でですね、まあ今ね、何を話したいかっていうところなんですけども、もう本当にね、腰が激痛なんですね。はい、今妊娠10ヶ月なんですけども、9ヶ月の時は恥骨がちょっと痛いなって時があったんですけど、歩けないぐらい。でもね、今度は左足に重心をかけたら、もう腰だけじゃなくて、もう左足から腰まで全て痛い。もう激痛で歩けません。いや、歩けないとかも、それがですね、恥骨の場合は、なんか行ける日と行けない日があるんですよ。あ、次の日ちょっとダメだな。あ、今日は大丈夫みたいな。日によったんですけど、この足腰は、とある日を境にもう、痛いんですよね。もうこれ治るのかな？治るよね。妊娠による怪我だよね。これ怪我っていうかね。もう太りすぎてんのかどうかわかんないんですけど。ってな感じなんです。もうそれが本当に辛くて辛くて。もう何しても痛いんですよ。まあ、それそうですね。歩くときに痛いんですから、もう立ち上がるときから、もうね、家事してるとき、ストレッチしてるとき、もうこれが、もう、悲しくなるんですよね。本当に辛い。もう辛すぎる。もうなんだろう。
いちいち痛苦しいしんどいって言ってしまう自分もすごい悲しいし、なんかもうそれを聞かせてるファンの人にもね言ってるし、旦那氏の前でもいつもそばにいてお世話してくれるみどりちゃんの前でも言ってるんで、ああこういうネガティブな言葉を常に発してる私は、そういう自分にも聞かれてる自分にも痛い、何を行動するにも痛い痛い痛いって言ってる自分がもう悲しくて悲しくて、どうしようね。私も基本ハッピーでいたいんですよね。ハッピーでいたいし、もうそばにいる人をハッピーにさせたい、面白く面白い気持ちにさせたい、楽しくいてほしいっていうのが、ね、基本なんですが、どうもそれができていない自分にも、あとは赤ちゃんに聞かれてるし、多分ねマイナスネガティブなことしか言わないお母さん、やだよね。まあ何言ってるか分かってないと思うけどさ、そんな自分に飽き飽きして涙がこぼれそうになるんですよね。えこの痛みはあと20日なくなるのか分かんないんですけど、ちょっと本当に外に一人で歩くっていうことはもう難しくなっちゃったので、松葉杖をレンタルしました。やばくないですか、杖ですよ。あの骨折したことないです。骨折もしたことないし、その大きな怪我を今まで一度もしたことないのに、妊娠で松葉杖をレンタルするというね、ことを初めてしました。もうそれぐらい痛いです。一人じゃ無理です。不安です。もう人とぶつかったりしちゃう可能性もあるし、そもそも歩き方がもうバグってるね。はい。こんな感じで、ちょっとネガティブなね、ツイッターを今ね投稿しようとしたんですよ。ネガティブな気持ちなんてごめんなさい、こんな私でごめんなさいって、こんなことを投稿したらダメだとさらにネガティブになってしまう、みんなに励ましの言葉をねもらおうとしてるのか分かりませんが、ちょっとこういう自分も忘れちゃうかもしれないじゃないですか。この一時な、本当に一時なこの痛みなのかもしれないし、こんな感情があったなってこともね、まあ、記録に残せたり、もしこれからね、腰が痛いって思ってしまう方の励みになったり、また先輩方の中で私も腰痛かったよって方がいたら、ぜひね共感していただけたら嬉しいです。これ治りますよね。ということで、また本当に20日ということで、これから何が起こるか、また新たな痛みがね、まあ、陣痛もそうですけど、陣痛の前にまた何かあるのか分かるんですけど、頑張ります。本当に